クラブリオの声が寝かせないと、はい、はい、第14回目です。14回、いや結構長いですね、今回は。ね、早いですね。ね、僕の頭もこんな金髪みたいになっちゃいましたね、はい、スーパーだいぶ、あ、でも早速髪色ってきてほら来た、分かってはる、みんな見てくれてる。いや嬉しいですね。でも腹話術の声が遅れるよ的なやつ、遅れてる、下手くそやねバレてましたね、やっぱりみんなね、バレてたのかな、バレバレで。後ろ、え、これ、え、後ろ、これ何の画像、これもしわっ、嘘、え、もしかして何の、何の、もしかして何の、サメじゃないですかー。いや、はいはい、からのチンからの、まあ僕らの、あの、こんだけジンが言ってもツバッチばっか。いや間違いない、それはまた違う、それは違うと思う、ね、うん、あの、全然違うと思う。クラブリオのサメこと、はい、ジンくんです。よいしょ、2回目っす、2回目、ジンベでーす、はい、サメまで行こうや、そこサメでーす。サメに似てるの、似てるっしょ。でもいや、似てへんよ、全然それ意識してる。それはサメに失礼。うん、それはまあ今日青いの。そうなんですよ。まあ、青すぎだよ。海の生き物なんでやっぱ。ね、でそこ。ヒゲです。違う。クラブツバッチの声やね。ハスキッパちゃん。はいはい。まあね、今回ジン君ね、あ、出てもらって、まあ今回はね、なんと前回好評やったこのコーナーを再びやりたいと思います。はい、こちらお願いします。はい。はい、実は知ってるようで知らないこと、これ久々ですね。いや、これはね、第3回目ぐらいにあったんですけどね、はい、まあ11回越してやってきましたね、はい、まあ一応好評だったんでね、はいはい、まあテンション上げていきましょうと、はいはい、はい、いうことでね、はい、まあ雑学どんどんね、みんなが発表していくということで、はい、それではまずはこちらお願いします来ました、はい、うわー、違うか、これあれやないですかモスバーガーめっちゃうまいやつ、みんなが大好き、はい、めっちゃうまい。昔、いや、昔行っとったよね、めっちゃ行ってた、行ってためっちゃ行ってた。だからこれね、無駄高いえ、これ知らない人いないでしょ。沖縄にもあるでしょ。あります、あります、うん、いや、ま、めっちゃ行ってました。あるでしょ。だからモスバーガーですね、うん、はいはいはい、僕は、僕的にはマクドナルド春ぐらい好きなんですけどね。あ、そんな上行ってますよ、僕。あ、上行ってる。でも、いや、俺はマックの方が。おー、マックの方が。ライバル。俺食べないの。あー、なるほどね。あ、今、ダイエット中。ダイエット中、ね。うん。なあ、まあね、このモスバーガー。これね、まあ、モスバーガー。モスバーガーチマーク。どういう意味これは。オニオンリングだ。わかるよ。モス美味しいよね。わかる。でね、これね、知ってる人いるかもしれないですけど、モスバーガーの、じゃあモスってどういう意味なんか知らないでしょ。知らないです。知らないでしょ。知らないでしょ。モスバーガーのモス、物知り、あの、知ってても俺より先にコメント歌っといてくださいよ。はい、知ってていいの。いや、いないでしょ意外と。俺もこれね、絶対いない、分かってから、あ、そういう意味なんやと思った、うん、これね、実はね、モスバーガーの M がね、なんとマウンテン。おーおー、マウンテン何。マウンテン、山や山山、はい、山山ね、分かんなかった。で、モスバーガーの O、これオーシャン。おー、聞いて聞いて、O って何。オーシャン、オーシャンって何。海でしょ。オーシャンって何。海、言うなよ先に先に待っといて、俺待って、そう取られちゃいました。で、S 意外と分かんないんですよ。 S 何。 S、セックス。あ、違う、しょうもない、しょうもない。いただきます。グイ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 、よし、グイグイグイ。ランのこと。ラン、S ついてない。あ、ド S って意味。いや、光ってます。で、S がサンシャイン。おー、正解。絶対ランで当たったでしょ。本当に正解。で、正解だから、すげえ、山、海、太陽、それのモスバーガーらしいですよ。へ、ね、絶対サンシャイン書いた人、池袋マニア。絶対。あれ、サンシャイン池袋。サンセットビーチとか売ってるんですよ。いや、海かぶってるから。めっちゃ思うよ。海かぶってるから。うん、それ吉本新喜劇のネタで、やかましいな。からの、そんなネタやっとった。うん、からの、からの。いやね、これまあ皆さん無駄、周りの友達に使ってください。モスバーガーの意味知ってるっつって多少どやりますわ。はいはい、ということでモスバーガーのモスの意味でした。はい、モスバーガーね。次俺行きたい。行きたい。はいはい、じゃあ次の画像行きましょう。はい、こちら。はい、何これ。来ました、ね、何でしょう、これ。これはね、なんすか。昆布。
昆布昆布ですね、昆布、はいはいはい、まあ、いいですか、僕行きましょう、行きましょう。昆布は、はいはい、なんで海で出汁を取れないか、うん、あ、昆布ね、海でなんで出汁取る、そう、はいはい、で、もうそんなの考えたことなかったでしょ、ないない、け確かに昆布出汁とかね、はいはい、取りますわ、言う、なんで取れないかというと、はいはい、昆布が海の中で生きとるからや、死なんやったわ昆布みんな死ねえ新喜劇みたいになるじゃん、それ吉本新喜劇みたいになるから、吉本って来とったから、来とったから、やったら来とったから、うん、吉本やったろうかなと、テディベアみたいになってるやんけなんか俺よりなんか引き立ってるあ、じゃあサメに食われる、サメにサメに食われるよ、サメに食われる、後ろ来てるよ、めっちゃ大根、はい、うん、大根百社サメに食べられるの、そう、サメがサメに食われるよ、はい、ね、あ、そう、もう一回食べる、それでいいの、え、サメに食われていいの、あかんやろ、あかん、だってまあ、なん名前、ええけど何やったっけ、ジンベでーすじゃあもう絶対飽きたって来る、いや絶対来る、でももうこれでまあ、ともぐではないからね、うん、え、昆布は何、生きてるから、はい、海の中で生きとるから出汁が取れない、なるほど、もう殺してしまえば出汁取れない、殺せー、殺せー、殺しまえ殺してしまえ、なんかあんまりいい言葉じゃないですけど、はいはい、殺せーそしたら、そしたら、だしが取れまくって、なるほど、はいはいはい、おでんにして食べちゃうぞって来てますけど、はい、海がしょっぱいのは昆布のおかげです、あ、そうなの、知らんとこから来てんのいや、うん、もう、あの、左斜めから来ましたね、ねえ、うん、いや全然知らんかった、ゆみでーすいや、あげるね、そう、昆布でなんでだしが取れへんか、これね、僕も知ってたんですけどね、あ、知ってたんすか、あ、知ってましたね、まあ、あの、死なないと俺がしょっぱいのなんなグリ…なんやったっけ、なんちゃらさんが取れる、あ、なるほど、なるほど、死んで細胞が死ないと、いや、ちょ、聞いて申し訳ない、聞いてくれる、申し訳ない、ちょっと盛り上がる、ちょっと盛り上がる、盛り上がる、盛り上がる、うん、もういいっしょ、スバッチアイドル、やかましいな、昆布の話してんのよ昆布はもういいから、昆布アイドル、昆布アイドル、スバッチ昆布いっとくってどういうことやねん、塩対応、塩対応、しょっぱいしょっぱい、まあね、あの、つばつばちいっぱい出てる、汁出るの出んの、出るかだし汁、うん、いや、いっぱい出るでしょ、どっからすからもう、つばっちばったやべえ、うん、ゆうとくんが喋ってんのねえ、つじる、もうなんか、うまそう、もうなんか、つばっちはうんこしないみたいな、あーね、まあまあ、それはそれで、勝手にご想像ください、はい間違いない、はい、お、はい、ゆうとの汁、じゃあやめろや昆布はなんで出汁取れんか、それは生きてるから、はい、殺したら出汁出ます、はい、以上です、サメからは、サメからは、サメからの出汁は、え、あれ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 、ザラザラしてる、ザラザラでー、はい、じゃあ次行きましょう、はい、次行きましょう、はい、次の画像こちらです、そろそろ怒られそうやもん、そろそろ怒られそう、はい、こちら、お、来ました、リオ、はい、これが、ね、リオの顔出ましたね、リオじゃないですか、これツバッチ、はいはい、あ、実はですね、はいはい、みんな多分知らないと思うんですけど、はい、隠れてクラブリオってお店が、はい、拡大移転しました、イエーイ、イエーイ、これみんな知らないでしょ、これ知らんかったわ、知らないでしょ、知らへんかったよ、知らないでしょえ、拡大移転したの、もうここでいいやん、もう俺もここでいい、拡大移転したの、あかん、食われるよ、食われるよ、食われる、うん、拡大移転して、はいはい、住所わかんない子いるでしょ、リオは隠れて、なるほどなるほど、そう、あの、多分住所知らない子はいると思うんで、うん、はいはい、今来ない、どこに移転したの、ちょっと言いたいと思うんですけど、おー、詳しくはあの、ホソースで言わんのかい、言わんのかい、じゃあ、なんとかビルの地下に帰る、相模観光ビル、相模観光ビル、何のヒントゼロやない、相模観光ビルの地下2階です、そう、そこ、イーストプラザの地下2階です、そう、そこ、そう、知らんのか、知らない、あの、ルノワールがあることを知ってる、あ、そう、隣、ね、俺も知ってる、そう、そう、ルノワールが一番近いよ、あ、ルノワール、何が近い、地下2階なんで、はいはいはい、うん、よろしくお願いします、お願いします、笑いながらやったっけ、何言おうかわからんかった、これすごいなまってるね、これ書いた人、うん、まあ、クラブイオ、あの、移転しましたということで、はい、はい、まあ、あの、今まで放送とか見ててくれた方とかね、あの、前のビルと全然違うんで、うん、はい、まあ、ヒントはルノワールやと、そう、はい、あの、ビル、どこのルノワールって言ってたけど、はい、はい、
言わなくても分かってるでしょ、うん、あそこもルノワールだよ。あそこっすよ。余計分かんないよ。あの3つぐらいありますからね、うん、じゃあもうあのシャーロック・ホームズ雇ってください、はい、そしたらすぐ見つかりますわ。ちゃんと迎えに行くから待って、うん、そう迎えに来て。でもビルも違えば内装も全然違います。あそうね。あいいね。おお、いい、ね、内装が一番違う。いい、ね、内装が全然違う、うん、全然違う。もう入った瞬間どう違うんですか。どう違う。3文字、3文字で、3文字、3文字、4文字でいいですか。4文字でいいよ、はい、キラキラ、はい、グイ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 。いや、一個言って、そのリオよりもやっぱりジンが一番キラキラしてるよ。照れるわ。食われろ、やっぱり。やっぱり食われろ。食われよ、うん、この辺この辺、うん、この辺カズグイグイって大丈夫、大丈夫、大丈夫、この辺、ダイビング、ダイビング、食べてー。内装豪華、やばいっす。まあ、それはね、見に来てください。口で説明したら、うん、もう今から多分38時間くらいかかるんで、うん、内装ギークだって来てるけど、内装行ったらこれくらい、うん、あ、そんぐらい、そんぐらい。いや、だから全然、まだ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 ある、まだ。まだ来る？まあ、後ろのサメ、サメの口ぐらい。もっともっともっと。うん、サメかわいい。ジンジン、滑る、滑るねー。サメかわいい。滑るねーって、こう、滑ってるように見えて、うん、実は受けてるっていうね。青いやつうるさい。はい、じゃあ次行きましょう。はい、じゃあ次の画像、こちら。はい。うわ、はい、うまそう。これね、僕ですね。これ僕です。みんな好きでしょ。これはね、僕です。お腹すいたー。いやー、間違えない。あの、これね、お腹すいたでしょ、うん、じゃあソーセージとウインナー、うん、これ2個あるでしょ、うん、これ違い知らないでしょ。スバッチのあそこ変えたいの、そんな大きくないわ、うん、スバッチのあそこそう、じゃあスバッチのあそことウインナーの違い分かんないでしょ。分からない、分かんないでしょ。両方とも油乗ってんぞ。乗ってる。うん、乗ってるよ。分かりました。はい、南米産か、日本産あの、まあ、あ、産地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 、これね、はいはいはい、違うんすよね。浅はかなんですよ。まあ要はツバッチでもいいんですよ、別にツバッチとユートでもいいんですよ。要は動物が違うなってことですよね。なるほどね。あ、牛と豚だろ。じゃあ豚と羊やねん、以上。じゃあソーセージが豚、うん、あで、ウインナーが、うん、あれや、羊や。なるほど。羊ってことはラムってことでしょ。なるほど。これ食べれないけど大丈夫。そう、ラム肉食べれない。食われへん、食って食ってるから。くっせーもん、くっせーもん、うん、じゃあそんなつばさのために。ちょう、そう、ちょう、ちょう、なにね、ゆうとくん手振ってやって。うわぁ、うわぁ、イケメン。お、今日俺人気、人気者。イエーイ。じゃあお前もちょっとノリで振っときって。ノリで、一緒に一緒に。いやー、ちなみになんですけど、僕のソーセージ何でできてるか知ってます？はいはい、僕のソーセージ、はい、ゆうと足ろし、おえーとしてる。まあ、豚やったさ。違うやんね、違うやんね。痩せたわ、早く人間になりたい。お豚でいいやん、便利やん。トントントン。いや、そんなことないよ、うん、ね、まあそういうの、死ぬわけに青が消えてることを願います。そういいっすね、大好き、そういうの。そういうのいいっすよ。サメちゃんと聞いてた。いや、ソーセージとウインナーの違い言って。はい、これテスト出るよ、テスト。ソーセージもうこの上分けされたからね、お前、うん、今消した。産地でしょ、消して。産地でしょ。産地、産地。バカタレ、お前聞いとらんやろ。全然。そう、スイカ、スイカの、スイカの名産地。そうだよ、お前がもうやばいな。会場では来てるよ。会場はしないから。いや、今イエローカードはもうすでに出てる。一発レッドカードっすか。うん、いや、もう、いや、初っすね、ニコ生初。退場、退場。嬉しいことっすよ。そう、でも絶対視聴者の皆さん知らなかったでしょ。ソーセージとウインナーの違い、そんなこと考えたこともなかったでしょ。はい、俺に感謝、イエイ、バイバーイ。俺に感謝。まあそんなね、うん、まあ雑学をカズのね、うん、うんちこ聞いたところで一旦 CM に入ります。はい、どうぞ。この惑星は夜になると盛り上がる場所がある。タバコに舐めんなよ。おー、すごいじゃん。最近この仕事が好きになってきた。経験者大募集。自分のことばかり考えてた俺が、今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。
ね、もう有名な来たよカズでーす。来たよ、海んちゆうとでーす。お、みんなのアイドル翼でーす。よいしょー。え、海んちの海んちの仲間やないかい。仲間やないかい。仲間やないかい。ちなみに待て、なんで俺だけ仲間なんで俺だけ仲間外れなの。え、海坊主誰が海坊主いや、でも仲間でしょ。仲間でしょ。でも仲間っすよね。え、なるほどね。ウミンチュ、まあ、あの、おえハゲ取るやないか。楽しいわ。ハゲ取るやないかい。楽しいわ。まあまあ、でもハゲてる言うてもそんなハゲてない。一回お辞儀しましょうか。うん、見せて見せて。あ、どうもなんです。ハゲ取るやないかい。見えない、もうちょい。え、もうちょい。この辺ハゲ取るやないかい。言って言って、一緒言ってこれー。すいません、はい。いや、あの、シーマーゲスタンで。あ、ゲスタンだって、いなかったから。あの、トイレ行ってたから。来ちゃった、ちょっとどっか行ってたから、もうやるしかないっつって。え、じゃあ俺役なんやろ。そうね、ゆうと役で、うみんちゃ役、うみんちゃ役。いないから。みんな、みんな、みんな、え、みんな騙されてた。いや、多分気づいてないですよ。気づいてへん。多分気づいてない。あ、いつものメンバーでやってたから、うん、そうですね、いつものメンバーで、うん、絶対そう。え、じゃあ今から乗っ取るんなら、つばっちって来たらちゃんと手振りや。そうですね、そりゃそう。つばっちーって来てる。まあまあパスしてね。せやろ。あ、ほんとだ。どんどん来て、どんどん来て、どんどん来て。あ、行きたい、行きたい。ごめんなさい。仲間入れろ。申し訳ない。おい、待て、おい、待て。おい、誰だ、あの、サメとリスト。いや、カズ君待ってて嬉しい。なんで俺だけハゲなの。サメとリスト。いや、全然、あの、一番マシよね。いや、全然、ランはもう拷問。あ、見て、ハゲっちーって来てる。いや、そんなことないよ。そんなことないわ。あ、ね、ちょっと狭いから、もうちょっと詰めてもらう。そんなことないから、もう一回こう、お辞儀。ほ、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 詰めて、詰めて、詰めて。本物。はいはい、はい、CM 開けましたね。はい。よいしょ。CM 開けましたね。はい。あ、すいません、本物です。なんかすいませんでした、ほんとに。僕の方が本物です。全然似とらんでしょ。ただ、もう一人、あの、本物をみんなで読みますか。せーの、ズバッチー。あ、来た。あ、来たよ。はいはい。トイレ長いよ、これ。トイレ長かったね。俺、これ完全見切れる。ランラン、ここでじゃん、完全見切れるやつね。ここで。はいはいはい。狭っ。はいはい。それではね、ハゲ何歳？20歳。今回ね、ゲストがまた多いんですけどね。さっきのジンに続き、はいはいはい。はい、我らがもうマスコットキャラ、ランくん。お、ナイス。はい、そして、我らが超イケメン、はい、ジュリーリーダー。イエーイ。はいはい、ということでね、こちらのコーナー用意しました。お願いします。よいしょ。お、質問コーナー。はい、質問コーナー。イエーイ。いや、に行く前に、あの、みんな酒足りてなさすぎやからさ、うん、確かに。ちょっと乾杯とこ、ね、ちょっと飲みましょう。さっきまで、あの、そば食べてた。これ缶、これ缶でいいよ。あ、これ全然お酒足りてないからさ。で缶、乾杯行こう。うわ、どれも缶やった。はい、準備 OK？オッケー、はい。じゃあ、今日もお疲れ様でした。イエーイ。よいしょ。グイ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 よしこいグイ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 よしこいグイグイ。あー、うまい。あの、なんか飲んでない人、飲んでない人今いたやんか。なんか俺に関するコメント、なんでハゲなのとかね。いやー、もうね、そんなことないやんね。人生の苦労の多さ。全然そんなことないよ。あー、苦労。うん、苦労の多さ。ゲッチはなんでハゲなの？でね、はい、あの、質問コーナー、はいはい、用意したんですけどね、はい、ちょっとね、まあ、クラブリオをね、本当に皆さん知ってるのかと、うんうん、これね、俺はちょっと強く言いたいと思わへんかな。思うやろう。いや、まだ全員知らないっす。絶対知らないでしょ。いや、今回が初見だとしたらもうありがたいんですけど、なんかね、コメントがね、もうなんか少なすぎんねんな。うん、はい。本当に少ない。いや、全然。俺の髪の色よりもコメントの数の方が。どういうことや。わかりづら。わかりづら。え、何人来てるんですか。いや、今のところまだ500人も達してないよ。500人。500コメントも達してない。え、じゃそもそも500人来てるって言うんですけど。はい。500人のうち、あ、ね、閲覧はね、ありがたいことに、まあ、2000人ぐらい見てくれてるんですよ。いや、でも、イエーイっすけど、2000人見てて500でしょ。そう。え、ちょっと2000人見てて。知ってる、リオ大好き、ほら。
リオ来たことある人いるの？じゃあ2000人来てるのか、来てるの加藤、本当に比べるように来てんのかって、形だけやない加藤、本当にね、マジ本当にこれ言いたい、言いたい、じゃあ、ま、マジで聞いて、マジで聞いてほしい。2000人見てるでしょ、うん、こっち、まあ、こっちだよ、こっちか、こっちか、こっちかと、こっちか、ね、来てる、2000人見てるでしょ、ありがとう、本当にクラブより来てます加藤、素晴らしい、俺は言いたい、素晴らしい、ハゲッチ喋るよ、ハゲッチ喋って、俺結構喋ってる、ハゲッチ結構喋ってる方だよ、来てくれ、来てくれ、俺指名で、俺指名で、そうですね、まあこんだけ来てくれ、あの見てくれてる中で、まあその初回でもいいから、うん、来てくれた人はいるのかと、そう、はいはい、もちろん指名ね、うちしていただいてる方も、行ったことない、あ初見行ったことない、飲めない、はい、言え、はい言え、はい、アピールアピールアピール、俺を指名で来いと、言った通りや、ほら来てない人がこう中にいっぱいいるよ、だってほら、岐阜だから無理だ、俺愛知だぞ、アピールアピールアピール、わしは俺愛知だぞ、わしは九州やぞ、俺は沖縄から来てるから、いやいや、俺俺四万十二人いました、俺足立区から来てる、まあ、近いもちろんね、他県でこうやって見ていただいてるのすげえありがたいんですけど、まあ東京に来る用事たまにはあるやろと、うん、東京ディズニーランドシー、まあ、週1ぐらいはね、東京ディズニーランドシーに行く前に歌舞伎町シーにおいでと、うん、東京ディズニーランドシーってどっちか、うん、どっちどっちもや、どっちもどっちもってってことでね、どっちか分かんないでしょ、法律上意見士とか、これはちょっとリアルやから、まあ、それはしゃあない、ね、リアル、うん、そんなことで、うん、で自転車で来たよ、これ見て福岡やし、法律上行かへん、ね、うん、自転車来たよね、あれ足立区、あ足立区、そう足立区、マジほら、歌舞伎町で働いとるけど、そう思った、リオ行ったことへんと、それ、ね、それどう思う、それね、正直ね、もうね、あんま言うとね、青うるせえとか来るから正直怖いけど、いけ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 、正直怖いけど、コメント怖いけど、来いや、あ、そう、来い、俺が代表して言う、強気やねんけど、なるほど、強気、東京で何これ、やっぱ3000円ぐらいね、ハゲチク、ハゲチク、僕ら3000円以上の仕事できるやんね、俺ら、はい、ねえ、うわ、ちょっと一回初回おいでやと、うん、ねえ、強く言いたい、ぜひ、で、来る前にこんだけ見てくれてんならもうちょっとコメントもらったら嬉しいなーって話だね、フォローフォローしてフォローしてフォローして、青さんがいない時に行きたよ、おお、明日休み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 、ない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 、それない、ないないない、年次向きでおるもんね、うん、年次向きでおるもんね、解禁賞の鬼と呼ばれてます、せやね、うち歌舞伎町で働いて足立区に住んでる、ちょっと詳しく話そうハゲ地区について、じゃあこれから詳しく話そう、ハゲ地区に住んでなんて、ハゲ地区ってどこだよ、青、あさって休んでて、お前あさって休んで、わけわけわけ、あさって有給使う、あさって休んだら、あさって休んだら来てくれるってことです、あさって休んだら、で俺もマジ見ましたからね、あ、青ずっと休んで、いや、休みだけど、あえて、あの写真指名 G 入れてほしい、はいはいはい、あ、なるほど、あえてね、逆にあえて、そしたら俺速攻で行きますわ、明後日行くから休んでね、やって了解、うん、で、あ、ドッキリで出てくるから、そのうちね、で、なんか他、この視聴者のみんなに質問したいことある、はいはい、なんかある、え、てか、どれぐらい来てるんですか、いや、だから、あ、けど、正味今こうやって煽ったら、はい、コメントの数はすげえ増えた。はいはい、おー、ああ、だから、こんだけ、なんか、打てるんなら、最初から打てやった話だね。それね。それはもう、青、おこだよ。そう、あ、こっちに質問、その通りやで、うん。そう、質問コーナーっていうのはそういうことやから。物申すですね、やっぱり。そうやで。ジュリーだから物申しますか、あ、なんかあるよ。言っちゃってくださいよ。あ、うわ。ハゲッチと青がいないときに行きます、完全に俺これね、二次災害起きてるよね、ハゲッチバーンやんな、バーンやんな、でもハゲッチって可愛いやんな、バーンやんな、バーンやんなよ、いやでもジンとかあれこっちもオコで変えてます、怖いもん、ほんとやばい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 、うるおい、いや青だから、うるおいだけだ、うるおいだけだ、いやもういいや、うるおいか、あね、まあ、あの100ゼロで行こう、嫌われるか好かれるか、それそっちで行こう、そうそうそう、それバーンじゃねえ、バーンじゃねえ、だってジンも入ってまらね、どんぐらい1年経たな、ね、半年っすかね、え、あ、うん、あ、で、なんかこうね、後輩も欲しいよね、欲しい、欲しいやんね、言うよね、欲しい、なんかもうこ、あの、今逆にこれ見てくれてる同業の方とかそうじゃない方も、うんうん、もう行くとこないの、男見てんのかな、うん、おと、え、男の人見て、いや、でも見てそうじゃないですか、ね、2000人いたら、そうです、1人いたら、いや、多分あの女の子が、あ、見てるよって言っても、まあ本当か嘘か分からへんけど、はい、男性見てくれてはるんすかね、これはね、え、日給どれくらい、リアルやな、まあそれは、うん、それはあのリオ来てみてから、あ、来てみてから、参入でも何でもいいから来てくれたら、ね、教えてくれる、男性です、男性来てよ、東通りのルノアール、正解正解、
罰金制度が詳しいよ。シャーロット詳しいあの一時期すごかったからやめとけや。いやでもね、後輩欲しいやろ。いやマジ欲しいっすね。欲しいそろそろね。なかなかね、なかなかね、来ないっすよね。もうハゲたらそうやろ。ハゲたら罰金だったら俺給料マイナスだからね、言ってた。え、違う違う、違う遅刻罰金いくら遅刻罰金いくらなのそれはあの、リアルな数字は言えないけど。リアルへの言えないけど、まあまあ取られるよね。1ヶ月罰金したら普通に給料なくなる。いや、やばいね。丸々安いじゃん。そうですね。それはちゃんと真面目に行こうって。え、じゃあせっかくだ、じゃあジュリーリーダーもなんかないの言いたいこと。いいっすか俺。お酒は足りてへんのちゃうんかな。お酒は基本的に足りてないっす。足りてへん、はいはい、とりあえず言っとく。罰金ってあれでしょ、とりあえずあの遅刻とかしなかったら大丈夫だから、うん、そうね、なんかね、あの普通の人ができることをちゃんとしとけば罰金はないねんけど。うん、今ないよ俺。そうやね。リオでおすすめな人は、うん、サメ罰金。パーンパーン来た。誰だ、ジュリ君。違う、絶対違う。おい、ジュリボーイ来たよ。詳しくはウェブで。え、でもこの中でもなんか決めたいっすよね。誰がイケメンかみたいな。おぉ、そんなもん、スワッチって来るで。スワッチ抜いてやりました、やるやろ。いや、あの、つばさん抜いて。結果上がってるもんな。え、やる、ジュリ君好き。お先輩のことが好きです。あと1分前。それかカズって、なんかその後出しやねん。てか、はいはい、みんな前巻きしたかな。やっぱちょっとハゲてるって言われるから。いや、なんかね、大躍進ね。毎回ミスカスカだけど、おかげさまで、あのコメント数はめちゃめちゃ増えましたね。いや、あと20件ぐらい、あと20件頑張って。あと20件、あと20件、みんなあと20件、早う、あと20件頑張ろう。あ、いいね、頑張ってる。本気、本気出せ、本気。いいよ、お前ら本気出せ。いいよ、来い来い、秋だ、秋だ、来い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 。翼屋さんのアイドルとか言ってるの。あと2件、あと2件。何が、何が、何が、あの、悪口、何がハゲ汁部署、これ悪口よ、これ。あ、来たね、来た来た、これで、はいはい、あの、無事600件いったね。おぉー、いきましたね。じゃあ次回は700件目指しましょうと。はい、ね、あの、ってことで、まあ、クラブリオ来たことないでしょう。他県かもしんないですけど、東京来たからぜひお願いしますと。はい、ということで、それでは、いつも締めましょう。せーの、来週も寝方ナイトよいしょ。でもなく黙り込んだことに疲れ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで伝い込んだ仮面をやめ、楽だに紛れ込み死んでしまった順序、ましてや無情なほど溺れて この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。